今回の3分で〇〇チャンネルは、どうしてこうなった、劣化したと噂される芸能人をご紹介する第4弾です。それではどうぞ。まずはこの方、鈴木杏さんです。鈴木杏さんは子役としてデビューし、演技派女優として活躍されていました。現在ではあまりテレビではお見かけしませんが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。鈴木杏さんは子役の時はスラッとして可愛らしい印象でしたが、ストレスからなのか太ってしまったようです。もともと可愛らしい顔立ちでしたので、ダイエットをすればもっと綺麗になると思います。続いてはこちらの方、吉川ひなのさんです。吉川ひなのさんはモデルとしてデビューし活躍されていました。現在はあまりテレビではお見かけしませんが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。吉川ひなのさんは塗装王になられていますね。現在は洋服のプロデュース業などを頑張っているようですが、今後またテレビでお見かけする機会が増えるといいですね。続いてはこちらの方、中丸紀恵さんです。中丸紀恵さんは沖縄のアクターズスクール出身で、アイドルから女優として見事に転身しましたが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。中丸紀恵さんは激太りしたんじゃないかって噂されています。もともと透明感のある綺麗な方なので、また美しい姿を拝見したいですね。続いてはこちらの方、華原朋美さんです。華原朋美さんはともちゃんの愛称で、小室哲哉さんプロデュースのアーティストとして数々のヒット曲を生み出しましたが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。華原朋美さんは精神的に不安定な状態が続いたため、美しさを保つのが大変だったんでしょうか。もともとはとても愛嬌のある顔立ちなので、ぜひもう一度その姿を拝見したいですね。最後はこの方、堂本剛さんです。堂本剛さんはキンキキッズとしてデビューされ、歌手、ドラマ、バラエティと大人気でしたが、一体どのような姿になったんでしょう。噂の姿がこちらです。堂本剛さんはやはり年のせいもあり、顔がたるんでシワが増えているということが噂の原因だと思われます。しかし個性的なルックスでアイドルっぽくない雰囲気も人気の秘訣なので、今後もそのまま頑張ってほしいですね。今回の動画はいかがでしたか。少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンしていただけたら動画を作る励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。